エンゼルスの大谷翔平投手は5日、日本時間6日、敵地で行われたアスレチックスとの今季最終戦に3番投手兼 DH で投打同時出場。5回6奪三振1安打1失点と好投するも、打線の援護なく今季9敗目、15勝を期した。1回を終えたところで規定投球回数到達となり、メジャー史上初の投打規定到達を達成した。試合後 フィル・ネビン監督代行は5回で降板したことについて「豆が少し悪化した」「皮膚の一部が盛り上がり始めた」と「豆が降板の理由だった」と説明今季最終戦は白星とはならなかったものの投手として15勝防御率2点三打者としても打率に割り7分3輪、34本塁打を放った今季の大谷について「賞は才能も人間としても特別な選手だ」 彼がいて、私は幸運だよと称えていた。この日の大谷は六十九球のうち、フォーシームはわずか四球しか投じていない。スライダーが三十一球、シンカーが十五球、カットボールが十二球と、この三球種で投球の八十四パーセントを占めた。この投球内容に、監督代行は、彼はその日、有効な球種を選んで使っている。打者でもある。彼はよく、打者の弱点や新しい球種を研究して。 プレーの向上を目指しているんだ。本当に特別な才能の持ち主だよそして偉大な選手というのは常にさらに良くなろうとするショーは毎日それをしているんだよと絶賛していたこの日でレギュラーシーズンの全日程が終了ポストシーズン進出を逃したエンゼルスはこれでシーズンを終える来期は監督に昇格するネビン監督代行は大谷の1年についてショーにとって素晴らしい年の素晴らしいエンディングだった 彼が登板するたびに球界が何か特別なものを得ていることは明白だ今日も4回にスコアボードで完全試合を確認したんだいつも何か素晴らしいことが起きると期待しているんだよと語り史上初のダブル規定を達成した大谷の今期の活躍に目を細めていたシーズン終了を受け MLB 公式サイトは「大谷がアンビリーバブルな22年を終えさらなる歴史を作った」と題した記事を掲載している。 今期の活躍を振り返った上で投手としてはイニング数と先発数打者としては試合数と打席数で共にエンゼルスをリードした二刀流のスーパースター大谷にとってまたしても歴史的なシーズンとなったなどと報じた試合後大谷の報道陣の取材についてエンゼルス地元紙オレンジカウンティ・レジスターが報じている大谷がア・リーグ4位の34本塁打 マイク・トラウトが2位の40本塁打を放ちながらまたしてもエンゼルスはプレーオフに進出できなかった来期のプレーオフ進出の可能性について質問された大谷はオフシーズンの動きに期待はしているが僕が同行できることではないと補強方針には深入りせず個人的には今年または去年以上の良い成績を残せるかそれが僕にできることだと思うと答え来年も良い成績を残すことを誓っている。 今期の投球の満足度については疲れるのは別として健康な状態で毎試合マウンドに上がることができた来シーズンも継続してもっともっと成長できればもっともっと良い選手になれると思うと述べているまた1年3000万ドル約43億5000万円で合意した来期契約について早い段階で球団といい関係を築けたのはいいこと多くもらうからには活躍して当たり前みたいなところがあるので しっかりり頑張たたいと述べた終わったばかりなので少しリラックスというか息抜きをしながら考えたい体調面を含め万全の状態で出られるのかどうかが一番と答えるにとどめた投手で好成績を残した自己評価についてはまず安定して毎試合投げられたのが良かったところかなとそれが一番かなと思いますし健康な状態で毎試合疲れるのは別としてマウンドに上がることができたのは一番だと思う 来年も継続してもっともっと成長できればもっともっといい選手になれると思います」と語った打撃面は昨季より本塁打数が46から34に三振数は189から161に減少した安打数は138から160に増えたこのことについて問われ大谷はもう少し打率の部分で3割近く打てるようなイメージでシーズン前は行こうと思っていたので。 その中で本塁打がどれくらい出るのかなというのが一つチャレンジではありましたフェンス手前で失速するような打球が少し目立ったのでそこがもうひと伸びすれば打率と本塁打どっちも伸びてくるんじゃないかなと思いますと答えたまた昨季は開幕前に今後二刀流を続けられるかどうかがテーマだった今年は何と戦っていたかと問われ毎年そうですけど前の年と同じようなことをやっていても同じ数字が残るかというとそうではないです むしろ下がると思います配球もそうですけどやられることに対してそれ以上のことをしていかないと向上していかないかなという投球もいろいろ試しましたけどそういうところがテーマかなと思いますし来年以降ももっともっと工夫しながらできればもっといい数字が残ると思いますと力強く答え来季を見据えていた投田多くのスタッツでリーグトップクラスの成績を残した大谷はエンゼルスの勝利に貢献した。 それを証明するかのように、彼は驚きのチーム内で19冠を達成している。打撃では、打点王。そして、投手としては15勝、防御率2点33、219奪三振で3冠だ。以下は、大谷がトップに君臨したエンジェルスの主なスタッツだ。打撃、586打席、160安打、32塁だ。 六三塁打、九十五打点、七十二四球、長打率五割一部九輪、o p s 八百七十五。十四慶遠。投球、二十八先発、百六十六点ゼロ投球回、十五勝、防御率二点三三、二百十九奪三振、WHIP 一点ゼロ一、被打率二割一部三輪、 クオリティスタート16脱三振率11.87支給率2.39トラウトレンドンをはじめ怪我による離脱者が多かった今季のエンジェルスその中にあってほぼ休みなく投打で活躍を続けた大谷がチーム内でスタッツトップを独占するのは必然ではあるしかし昨季をしのぐ活躍には米スポーツメディアも称賛している米老舗スポーツ誌 スポーツイラストレイティッドはヤンキースのアーロン・ジャッジとの MVP 争いを踏まえてこう論じている。多くの打者はジャッジのようになることを望んでいる。そして数十年に一度、もしくは数年に一度は誰かが62本まではいかないまでもホームランを量産し成功を収めている。しかし大谷がやっていること、それも2年連続でやることを誰もやろうとはしない。 彼の偉業はあまりに稀で、比較すべき名前がほぼなく、誰も正当な評価ができないのだ。もはや旧史で振り返っても稀有な存在となった大谷。その成長は未だとどまることを知らない。